show me something new. Hey yeah, it's a hell of a time. This world's insane, but we gon' be alright. The door is open, my light is on. Blow up your speakers when the bass drop. I feel it, lady. Everyone should. Let's show this party how we do. こんにちは、クリムです。今日はですね、簡易的な撮影環境を整えましたので、そのご紹介をしたいと思います。でちょっと今ヘッドホンで聞いてるんですけど、ちょっとレイテンシーがあって気持ち悪いのでやっぱり外します。はい、まあ、こういう感じで、ちょっと後でマイクの紹介もするときにヘッドホンはつけたいと思うんですけど、今日はスタジオのですねご紹介をしてみたいと思います。でですね、こちらからですね、キーライトとしてゴドックスの、ML60 だったかな、グリッドをつけてですね、ちょっと照射範囲を狭めながら、こっちの方向に照らしています。こういう感じで、はい、まあこういう感じですね。で、ですね、カメラがこの目の前にありまして、 L6 で撮ってるので、ISO400 からなるんですね。で僕が F1.4 の開放で撮りたいので、ND をつけて撮ってます。じゃあこういう感じですね。そういう感じかな。で 24mmF1.4 のシグマのレンズです。でちょっとマイクをですね、場所を変えまして、フォトシューにつけると、シグマのレンズはですね、コンティニュアスにするとカタカタカタってずっと絞りバネが動いていて、マイクに入っちゃうんですよね。で外部マイクでも、一回ヘッドホン外しますね。ちょっと響いちゃうので、外部マイクにも、あと内蔵のマイクにもですね、その絞りバネのカタカタっていう音が入っちゃうので、でオフカメラにしたかったんですね。でホットシューにつけると結構音が入るので、今ここにつけてまして、でピンのケーブルでカメラにつながってます。まあ、こうすることで人との距離もマイクと近くなりますし、まあ、声が取りやすくなります。はい、でここにあるのがアトモスの Ninja 5っていうモニターですね。モニターでピント確認しながら今撮影しています。それが今こういう感じですね。まあ、これが実装のミニ三脚でして、その上にモニター、その上にゼンハイザーの MK200P マイクが来ています。でモニターで HDMI フル HDMI でカメラにつないでまして、今撮影しているっていう感じですね。で普段はデスクでですね、コンデンサーマイクを使って撮影してるんですけども、ちょっとこういうソファーでラフに撮影することも最近増えてきたので、そういう場合は、三脚にカメラを立ててキーライトをこっちに用意して、まあ、こういう感じで撮りたいかなと思います。でピントに関しては置きピンで、AFS ですね、シングルのオートフォーカス、まあ、シングルのマニュアルフォーカスでもいいんですけれども、まあ、動いた時に、まあ、できれば追従してほしいですし、で僕が開放で撮りたいので絞ると、まあね、多少動いてもいいと思うんですけど、 F1.4 の開放で、まあ、ちょっと追従するには
まあコンティニアスが必要なんですね。でライカ SL2S の、AFC コンティニアスはちょっとあの精度があんま良くなくて、さっきここにあのライトスタンドを立てたんですけど、顔認識、体認識にしてるとそれがなんかね認識しちゃって、ずっとあのピント外してたんですよね。で、まあ、IAF インテリジェントオートフォーカスの方が、まあ、コンティニアスかつちょっとあの賢いみたいな感じっぽくて、で、まあ、コンティニアスにする場合は IAF を使うようにしています。まあそういう感じかな。うん、なんかそのホットシューにマイクつけてた時よりもちょっとアップデートしたので、ご紹介でした。でそういう感じかな。うん、はい、そういう感じになります。今日はまあ3本ほど撮ろうと思ってるので引き続きまた撮ってみたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。